します。文献紹介を始めます。今日の文献は、キャラクターベースドニューラルマシントランスレーションで2016年の ACL からです。で、本発表でちょっとした試みなんですけども、 Google スライドで、質問を投稿できるので、今のこの時間だけですけども、この URL から、アクセスして、何か疑問点とかあったらパッと書き込めればと思います。まず概要です。近年ニューラル翻訳は研究が盛んになっていて、これは概論なんですけども、大体ニューラル翻訳が、今までのフレーズベースとかのステートオブジアートの手法に、並んでいる感じです。で、だがしかし、そのニューラル翻訳の、ネットワークの都合上、語彙数が大量の場合、出力層のその語彙数が制限されるとか、あと形態論が豊富な、ドイツ語とか、その他のリッチモフォロジーな言語では、結果は何しろ問題があるとなっています。で、そこで、筆者らは、その語彙数が問題っていう話で、入力を文字ベースにして、文字ベースの、その文字の分散表現ですねっていうのを用いた、ニューラル翻訳を提案しています。で、ドイツ語英語翻訳において3ポイントの、フレーズベースと比べて3ポイントの、ブルーが向上したという話です。で、初めにですけども、繰り返しですが、大体この20年ぐらいは大体フレーズベース統計翻訳、モゼとかを台頭に、研究が盛んでした。で、さっき言ったようにニューラル翻訳が、ステートオブジェクトになって、なってきました。でニューラル翻訳の、フレーズベースと比べた強みっていうのが、その単語の分散表現にして、意味単語の系列から、その意味に落とし込んで、その意味からもう一度、単語に戻すっていう風な感じで、その数値を入力として扱えます。で、それによって、他のいろいろな情報、マルチモーダルな、音声とか画像とかも入力に使えるとのことです。で逆に弱みに関してですけども、語彙に関しては、出力層の関係で強い制約があるとなっています。で、この研究では、バーダナウさん2015年の方が、作って公開されている、ニューラル翻訳のベースラインを使っています。でこれは、アテンション付きエンコーダーデコーダーと言われて、多分今流行っている、翻訳の、方式だと思います。で、これは普通の、NMT で、それに対して筆者らは、別の方がその提案していた文字ベースのニューラル言語モデルっていうのを、組み合わせて、文字ベースのニューラル翻訳っていうのを実現します。で、なぜ文字ベースを使うかっていうモチベーションの部分で、最近その文字を単位として、その接頭辞とか接中辞とか、部分的な語を用いた研究っていうのが盛んになっています。で、ここ2、3年でその文字の部分を使って、品詞付与だったりとか固有表現抽出とか構文解析とかという研究が盛んになっています。で、翻訳における、その文字の単語の部分語の、文字ベースの強みを、著者らはこのように挙げています。まず、その文字の部分で利用することによって、接頭辞とか、そういった情報が使えるということと、この研究では現言語側に、単語の、頭じゃなくて文字の、分散表現を使ってます。でそうすることで、この現言語側の学習コーパスとそのテストと考えたときに現言語側の道語がなくなるっていうのが大きなメリットと言っています。で、ただ対象言語の方は出力の方は何もしてないです。でもちろん何もできないので、出力の方は語彙数の制限があります。で、入力側がその文字単位になることによって、対象言語側の道語が若干減るというふうに期待もしています。で、これが、ニューラル機械翻訳の、概略図です。基本的には、統計
普通の統計翻訳と同じで、入力文に対しての、条件付き確率っていうのを求めます。で、まあ、これを全体として、求めているのがニューラル機械翻訳です。でその、条件付き確率を求めるために、ニューラルネットを使った言語モデルとかを用います。でこの研究ではそのエンコーダーデコーダーっていうのを使うんですけども、考え方は単純で、それぞれこれが、リカーレントニューラルネットワークで作られた、言語モデルです。で、こっちがエンコーダー、その入力された単語を、隠れ層に分散表現として、落とし込んで、何らかの意味を持っている、数値の塊になります。でそれが、つながれてそのまま、その意味の表現が出てくるんですけども、それを単語に戻す部分がデコーダーです。で、最近の方法ではこの出力した単語を、次の、単語の出力の確率の計算に用いて、これを、最終的にその、iOS っていう文の終わりっていうのが出るまで翻訳するっていうのが、いわゆる、エンコーダーデコーダーの、ざっとしたモデルです。で、これに対して、文字の情報っていうのを組み込んでいきます。で、ここで、単語分散表現を用いると、語彙数がその、単語の数で制限されるので、制限されます。でさらに、単語を用いるので、つまりその接頭辞とかランナーとかの ER みたいなそういう情報が、落ちるのがもったいないというふうに主張しています。で、それを文字ベースの分散表現で、解決を試みます。で、文字に対して、畳み込みネットワークを使って、その文字の情報っていうのを学習していきます。で、これがその概略図なんですけども、これが入力単語を、文字のシーケンスとして捉えます。でそれぞれを、畳み込んで、中間層で、この1つで畳み込んだり、2つで畳み込んだり、3つの幅で畳み込んだり、いろいろな、幅で畳み込みます。でその中から、最大値を取り出して、で最後ちょっとわからないんですけども、ハイウェイレアっていう前の研究で、言語モデルの性能を向上させる、何か層があるらしくて、でそれを使って、文字の情報を埋め込みます。で、実験です。データは、WMT15 の、ドイツ語英語のコーパスを用います。で、これはこのコーパスはニュースとかウェブとかから集められたものです。でデータセットの規模ですけどこちらになります。これは言語で、ドイツ語英語で、トレーニングセットとかセットの話があって、文、単語、ボキャブラリー、アウトボキャブラリーの話です。これは単にコーパスの統計情報です。でここから、ベースラインと比べるんですけども、ベースラインは、フレーズベース、いわゆる、モーゼで、標準的な設定、普通のアライメントと、5g の言語モデルを使ってます。で、ニューラル翻訳の方は、DL4MT っていうふうなところ、多分ニューラル翻訳のグループがあるんですけども、そこで、作って提供されているニューラル翻訳機をベースとして用います。で、設定のちょっと細かいことは分からないんですけども、一般的な設定、次元数とかバッチサイズ、語彙の埋め込み数とかっていうのを設定しています。で、語彙サイズは9万語で、未知語はアンノーンワード UNK に置換しています。で、これもその既存の研究で、アンノーンワードは UNK に置換した方がニューラル翻訳は出力がいいということです。で、実験結果です。ブルー値で評価を行っています。で、この SRC っていうのはがついているとその未知語を事前に UNK に置換したものになってます。で、
まあ、単純にブルーチで見るとドイツ語英語で 1.5 ポイントのスコア、まあ、フレーズベースと比べてのスコアの向上で、英語ドイツ語と比べて3ポイントの向上をしています。で、これがその翻訳例で、まあ、著者らがその結果を見てこういうところが良くなっているって例なんですけども、まあ、順番に、まあ、1つ目の例2つ目の例なんですけども、でこれソース、入力でフレーズベースの出力、ニューラルネットの出力、著者ら、提案の出力で最後が参照訳になってます。で、まあ、1番と2番は道語に関して、まあ、こういう長いあの単語なんですけども、まあ、それがなんかうまくその 分割というか文字の情報から取れて、まあ、この一部のこのディフェンスっていうのがうまく取れてるよっていう話とか、まあ、2つ目ちょっと面白いのがこのドイツ語の、まあ、分からないんですけども、まあ、これがどうもアンビシャスレーシングサイクリストなんですけども、まあ、アンビシャスレーサーっていう感じで、まあ、レーシングサイクリストがレーサーで、まあ、意味としては取れてるのかなっていう感じです。で、3つ目と4つ目はあの、まあ、形態論の方で、このストライクっていうのが、まあ、多分活用とかがいろいろあると思うんですけども、まあ、それがうまく取れましたっていう話と、でこっちが単数複数ですね。これは分かりやすくて、その他の翻訳機では単数複数がうまく判別つかなかったんですけども、文字ベースだとうまくいきましたっていうものです。で最後はちょっと分からないですけども、まあ、一部の語義曖昧性も解消できたっていう話です。で、まとめです。まず、まあ一般論として、ニューラル翻訳は、まあ、従来の、まあ、フレーズベース統計翻訳に比べて、まあ、組成をいろんな形で組み込みやすく、またさらにエンドトゥエンドで処理できるっていう利点があります。まあ、しかしながら語彙数の制限があります。で、まあ、それで、本校では、エンコーダーデコーダーを使った、NMT に、文字の入力言語側に、文字ベースの言語モデルを使って翻訳を行いました。で結果、まあ、ブルーチで、読英では 1.5 ポイント、英語ドイツ語では3ポイント向上しています。で、まあ、これから多分これと並行でやってるんですけども、逆に対象言語側も文字ベースにした時にどうなるかっていうのを、実験しているそうです。以上で発表を終わります。